フリックスとは、岡田敏夫が2012年に設立した組織の故障である。前身は、オタキング X。実態としては、岡田敏夫の講演会である。ただし、以下のような説明をしており、いわゆる講演会とは異なる組織であるとしている。2010年に設立した、前身オタキング X から、名称変更。作家、評論家、 経営者である岡田のコンテンツを広めることを主な目的としている。設立当初はコンテンツを無料提供していたが、岡田自身が金曜ロードショーでトトロやナウシカが高視聴率なのは普段は有料でたまに無料であるから、もし無料で多くの人が閲覧するなら図書館は毎日満員のはずという考えのもとに2010年以降の岡田のコンテンツ著作権は 書籍の初版を除きフリークス外閣団体のみが利用できる。コンテンツを使用した団体はフリーラック印税というコンテンツ使用料を支払い、フリークスメンバーに還元する。電子書籍、映像、イベントなどで印税率は異なる。貨幣経済社会から評価経済社会への移行促進も目的の一つであり、岡田の評価を利用し、外閣団体は収入を得ている。 社員が社長へ給料を支払うシステムである。仕事をした社員はフリーラックイン税から社内通貨を通じて報酬を得られる。社内通貨は各団体ごとで発行される。これは団体各々の評価を表す指標になると考えられている。さらにプール金がある場合は毎月社員に配当金として公平に分配する予定である。 社員は会費を支払うための収入源イコール本業が必要となり、入会条件に金銭的に余裕のある人物であることが求められる。なお、2012年末には社員を上限150人と発表している。2015年2月の時点で、組織は岡田敏夫の手を離れ、来るシュベルが責任者となっている。 http://blog.freeex.jp:/archives:/51346348.html- 設立目的 h t t p b l o g f r e e e x j p a r c h i v e s 5 1 3 9 5 0 9 7 h t m l j a s r n c を元に作られている。 http://blog.fr.eee. x.jp スラッシュアーカイブツスラッシュコイチレイハシッ7 h t m l ット http コロンスラッシュスラッシュ www.sponic h i.co.jp スラッシュエンターテインメントスラッシュニュースラッシュ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  k i j i スラッシュ k 0 2 0一五レイニー九七四9 7 4 9 h t m l ありがとうございます。